前でおなじみルロのチャンネル、ウルトラヒーローというチャンネルです。ということで、今回紹介するのはこちらでございます。ウルトラマンアクションフィギュアより、ウルトラマンネクサスのアンファンスでございます。まあ、ということで、僕基本あんまりウルトラアクションフィギュア系は買ってないんですけれど、ネクサスの、それもアンファンスが出たということで、これはね、やっぱ珍しい商品ですので買っちゃいました。ウルトラマンネクサスのアクションフィギュアっていうとね、10年ぐらい前にこちらのウルトラアクトでね、いくつか出てるんですけれど、これと、これね。はい、もう10年選手になります、これも。アンファンスなんでなかったんですよね。で、いやこういう待望の、アクションフィギュアかということで、クロスレイストロームのエフェクトパーツがついてます。ということで、ちょっと中開けていきましょう。こちらがアンファンスでございます。結構複雑な、デザインのね、ウルトラマンなんで、割と、塗装が省略されちゃってますね。ここの黒のライン、足のすねまで伸びてないですし、肩のラインとかも入ってないですね。うん。あと、お腹のあたりと、あと顔が、ちょっとね、銀色で塗装されてますね。で、背中の方は、まあ、特に何も塗装されてないというか、フィギュアと違って、まあ、ウルトラアクションフィギュアですので、まあ、背中のね、ネジ穴とか丸見えになってますね。うん。あと、アームドネクサスの部分もね、両腕とも片側だけ塗られてますね。で、全身18箇所稼働ということで、まあ、お腹のところには稼働できるポイントはないんだけど、こう足、こうやって開いたりとか、膝曲げも、これぐらいはできるのかな。うん。腕もこうぐるっと回してあげたりとかできるので、ね、僕ネクサス10年ぐらい膝立ちで飾らせてたんですけど、同じポーズはちょっとアンファンスだとできないね。でも顔周りのこう兜みたいなデザインはすごく雰囲気いいよね。で、必殺のクロスレイシュートはね、こんな感じで決めてあげることができますね。おっとっと、こうかな。で、一応これがエフェクトパーツですね。クリアのエフェクトパーツなんですけど、指にこうはめ込む形で、すごいねこれ、という感じでね再現することができるね。対象年齢3歳のフィギュアなんで、ちっちゃい子だとちょっとなくしそうな気もするけど、こういう感じで、エフェクトでね、つけてクロスレイシュートを再現することもできますね。とりあえずあと手元にペドレオンがあったんで一緒に並べてみたんですけど、1話もなんかちっちゃいのブーンって、ちっちゃいやつをこうパンチブーンってやったような、そのイメージがあるんですけど、まあ並べるとこれぐらいのサイズ比でございました。ということでね、ウルトラマンネクサスアンファンスの、簡単な紹介だったんですけれど、いや、ウルトラアクションフィギュアがすごい人気のあるシリーズだなと。この令和の時代に、まあ、ネクサスのねアンファンス出してくるっていうのは、もうなかなかウルトラアクションフィギュア好調なんだなと思いましたね。まあちょっと大人が楽しむには少し塗装とかもされてなかったり厳しいところもあるんですけれど、ガチガチ遊ぶにはまあいいフィギュアだなと思いますね。しかも一般販売で買えたっていうのもすごくいいと。割と本当にコアなウルトラマンなんですけど、一般販売で買えたっていうのもすごく良かったですね。まあ欲を言えば本当にアーツでもいつか出してほしいですよね。はい、ということで、ウルトラマンネクサスアンファンス、簡単な紹介でございました。